いらっしゃいませ、あらこんにちは、こりゃどうも、これからお出かけ、街を行けばどこかで声がするような優しい店先、お豆腐を買って、お肉を買って、それからクリーニング屋へ、今日はどっちのスーパーへ行くの、おもちゃ屋さんの前へ通るの、明日はお父さんお休みだったら、ホットケーキ作ろうか、お昼を食べたら川まで行って魚釣りしようね、今日はコロッケ、明日のお弁当は鶏といつもの卵焼きがいい、七時になってテレビ見るなら宿題早く終わらせて、机の上が散らかってるから、怒られて泣きべそかいた、オレンジ色の明かりはつけててね、怖い夢見たから、何にも怖いことないよって笑う、一緒に寝ようよ、今日はおうどん、明日のお弁当は鶏といつもの卵焼きでいい、明日はお父さんお休みだったらね、キャッチボールしてよ、本屋によってコロコロ買うの、お小遣いちょうだい、お花を買って銀行も寄って水屋のお菓子もなかったね、今日はどっちのスーパーへ行こう、おもちゃ屋さんの前通ろう。